こんにちは、ルンルンこと田辺ルミです。このお時間は何事にもポジティブ&スマイルでやってみようと心がけている私があなたの幸せを教えてくださいというテーマで、ゲストの方に大切になさっている思いや考え方をお聞きしていきます。この幸せな笑顔がいっぱいになる図、ルンルンのフルオブハッピースマイルズです。番組進行をお手伝いしてくださるのは岸あたるさんです。はい、皆さんこんにちは、岸あたるです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は ここのチュアリングパーティーのあっこさんにもお越しいただいております。はい、皆さんこんにちは、あなたの心の隣の工作室、ココトナのあっこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてリータンこと薮内りささんにもお越しいただいています。ようこそお越しくださいました。はい、こんにちは、着飾りメイド協会、ハンドメイドやイベント企画いろいろやってます、ディアンシアのリータン薮内りさです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてナナちゃんイエーイはい、自己紹介をちょっとどうぞ。自己紹介、はい自己紹介この間説明会でね、はい、市民劇の丸亀市で次ある市民劇の、はい説明会の時にお会いしたのが初めてだったんですけど、はい、初めましてだったんですけど、はいはい、だからあの時俺もおったんやけど、うん、いや知ってます忘れんといてみたいな、はい、おったんやけど、はい、奈々ちゃんはルンちゃんのことが分かった？チラシの方やなっていうのは分かりました。ほんまですか？はい、ほんまに、はい、嬉しい。絶対それ言うとったでしょ、チラシの方やでみたいな。いや、奈々ちゃんには俺言うてないよな、はい、今日多分初めて。なんで分かったんですか？だってあれ後ろ姿やん、私。分かりました、ルンちゃんですって分かる。ルンちゃんですルンちゃんに会うたことがある人は手の大きさで分かったかもしれへんけど、うん、いやでもそうそう、で俺は初めてお会いしたのがなんかのファシリテーターの講座で、うんうん、奈々ちゃんと一緒になったんで、うん、で演劇をされてる女の子、受験生の子と一緒のチームになって、うん、演劇をするっていうなんかあったら寸劇するみたいな、はいはい、うん、すごいダイナミックな演技をされるんよ、かっこええなと思って見てて、うんうん、一瞬宝塚見てる感じだったんやけどな。あ、そうなんや。で、その時の印象がすごく大きくて、うんうん、どっかで何かお話できんかなと思ったら、その今回演劇の話でね、はい、たまたまこう一緒にこういう風な話で、市民劇をやるので説明会でみたいなんで、うんうん、ま、前でこう準備する側のそのスタッフチームの中で一緒にやらせてもらってて、うん、いやその時もめちゃくちゃニコニコしてて奈々ちゃんが、うん、もう魅力にすごいすぐバンバンって飛び込んで今は何されてるんですか？普段現在、はい、普段はもう演劇とは関係なくてですね、なくて、はい、ちょっと私も子供相手のお仕事させてもらってて、もともとやっぱ演劇経験があるとかでいうことではなくて、うん、私もその自己表現とか、うん、選択肢を増やすみたいなところを子どもたちにいっぱいいっぱい教えたいなっていうか伝えたいなっていうところから今のお仕事してるので、なんかその延長でこう自分も何か伝えられることがあるんじゃないかっていうところで表現活動してるかなっていうところです。いやもうほらニコニコ笑顔がねえ、もう素敵よね本当に本当にね、だからその印象がすごく大きかったんで、うん、もう笑顔と、うん、そう、そのなんていうのかな、柔らかい雰囲気、うんうん、わかります、わ、うん、かる、な、日だまりって感じ、日だまり、そうやな、いや、そうやな、直射日光じゃないのよ、ああ、わかる、真夏の太陽っていう感じ確かに確かに、うん、だからその意味ではな、いや、そう、すごくこう魅力的な人やなと思って見てて、うん、で、まあ、今回ご一緒にさせていただくこともあって、うん、でちょっと声かけて、今回こういう収録があるんで、うんうんうん、
けん遊びに行こうへんって言ったら、うん、あ行きたいですって言ってくれたから、うん、ほんまに来てくれるんかなと思ったら、うん、一番に来てくれて、そう入ったらいましたからありがたいなと思って、でもね、あっこちゃんの言う通りで、うん、俺はもう部室に入った以上、うんうんね、びっくりするんですよこの部活はね。よう来てくれました、どうぞ楽しんでてね、はい原稿、うん、そうや一枠じゃないんですね大丈夫、慣れます、はい、そのノリでね、で、まあ、奈々ちゃんならもう絶対大丈夫やと思ってるので、ね、うんうんうん、あの楽しんでいってください。はい、ありがとうございます、はい、で、そのさっきのね話じゃない、うん、れんちゃん、あのチラシに、うんうん、そうそうそう、うんうん、声かけられへん、誘われて、うん、惑わされて、惑わされてね、うんうん、この手の中にこう、うん、引き込んで30人から40人近く、うん、ね、応募があって、うん、もう ほぼルンちゃんパワーやと思うんですけど、わけはないけど、有名人、有名人声かけられないで参加したやろ、かけられんかったし、あ、さ、まず参加した参加しましたよ、はい、あの日ね、で前にね奈々ちゃんとか他のメンバーの方が立ってくれて、お芝居もされたりね、そうそう、ちょっとお芝居してくれて、こういう役の人がいます、こういう役の人もいます、ほんでこの音響さんもいますっていう、その舞台にはやっぱり主役だけじゃなくてそれを支える方がいて、もちろん裏方の方もいてっていう説明してくれて、そう、はいはいはい、ラジオ体操抜かしたな、ラジオ体操、あのラジオ体操をね、したんやけど、あれは宮崎弁でしたかね、うん、宮崎さんのリータもひょっとしたらちょっと分かったかもしれんけど、俺ら全く分かれへん、うん、何、宮崎弁のラジオ体操だったんです、知らん知らん、なんかあれ各地にありますよね、あ、そうなんです、ね、で、うん、大阪のバージョンとか、そうそう、何がどう違うんですか、いやだから、いや、やること一緒よ、そう、やること一緒、やること一緒やけど、かけ声が違うのよ、あー、なるほど、方言がさ、あ、何言ってんの、手を上に上げてじゃなく、手を機嫌で言ったら手を上に上げまい、そう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 、そんなのに、そんなのに、まだまだほら、なんとなくこう共通語が混じってるやん、三機嫌、宮崎全く分からへん、めっちゃ面白かった、どんなだったっけ、めっちゃ面白かった、なんかジャンプの時はピンコピンコピンコ、かわいい言ってました、あれ良かったですよ、あれ良かったな、だからああいうのがあるんやなと思って、うんうん、で、まあ、でもほら俺らもな、やっぱり一応真面目に小学校時代送ってると、うん、ラジオ体操はするやん、うんうん、だから体を動かす動作は一緒やけど、そうですね、言うてることがわからんから、頭の中でな混乱するのよ合ってるのかどうなのか、そう面白かった、聞いてみよう、うん、ちなみにあの声はかけてもらえなかったチラシの一人も、え、だけん今日奈々ちゃんに言ってもらえて初ですいや見たい、そのチラシをその時言えばよかった、いや、その時言うてよそこですね言ったらよかった、いやそうか、え、奈々ちゃんチラシ持ってるんですか、持ってるかな、あるかな、あるかなですね、わあすごいすごい、でも本当素敵なの、あれもね、だってひまわりのね、あのために撮った写真じゃないですからね、うん、そうそう、しかもあれ雨降ってたらしいな、そう、曇り、そうそうそう、雨上がりかなんか、そうそう、相当いじったらしいで、あのカメラマンがそうなんですか2年前ぐらいの写真かな、あれめっちゃ青空の中撮ってる感じが、あ、これこれこれリータン、あ、はいはいはいそうなんだから、これ、それ、え、かっこいい、その写真をなんかチラシ作らないかんなって話が出た時に、うん、タイミングで送ってきたのよ、うん、あのこのカメラマンがね、カメラマンが、うんうんうん、なんちゃ言うてないんやけどこのチラシ作るのかな、あれな、あ、その話でいくと、うん、無事にリ、あの、な、落ち着いてルンちゃんの写真を使われてよかったんやけど、うん、言わないけど、うん、危うく、うん、モデルが奈々ちゃんになる可能性もあったのよ、いやいや、危うくって何そっちの方が、あ、そっちの方が言うたらいかんけどそのいいチラシができたけんね、だけど、いい、そんな案もあったんですね、一瞬な、だからなんかちょっとその、モデルをお願いするかもしれんなって話になって、うん、
だけどたまたまだからちょっとタイミングがいろいろ合わんで、それはそのあのるんちゃんの写真を使ったチラシを出したら、それが撮ったけん、もうそのまんま、めっちゃ楽しそうやし、めっちゃ元気やし、しかもひまわりって、ひまわりね、今回のね、でも舞台があるのはひまわりの時期ですか？めちゃめちゃ秋、ね、もみじの季節。おそらく渋川に送ってる写真がいいやろな。そうね、そうね。ね、また爽やかですごいこうエネルギーがあって好きです、うん、でも嬉しい、まあ、みんな見た人はルンちゃんらしいなっていう、そうかそうか、うん、もうあのマジック持って歩かないからね、サインやってね。いやだって一人も声かけられんかったやつ、ここにこっから始まります。あ、こっから始まるか。スタッフの方なんやな、うん、そう、私はスタッフ裏方ですもん。なんで裏方なの？できんできんそんな。いや、まあ、いや俺だからさっきもちょっと言いかけた話だけど、奈々ちゃんのあの演技のダイナミックなのを見て、うんうん、るんちゃんのあのスケールの大きさで考えたら、うんうん、この二人ステージだったらすごいことになるんやろなと思って。私覚えれんけん、記憶力が皆無なんです。感覚でね、覚でその場のね、感覚と、いやだからそうやってできる方すごいなと思う、うん、なんかやっぱ子供とね、相手し子供の、うん、子供と過ごす時間が長いと、うん、やっぱ分かりやすい リアクションとか、うん、大きな反応とか、うん、まあ全員が全員喜ぶわけではないけれども、うん、やっぱ分かりやすい方が伝わるっていうところが なるほどあるので、うん、普段からすごい子供の前では顔がうるさいって言われるぐらい大きいかもしれないです、でもそれはすごくあれ舞台の上では大事なことやから、そうや、めちゃくちゃいいこと、うん、あー、へー、でも始めたのはそんなにあの長い時間ではないよね、はい、5年ぐらいですか ね、はい、すごいよな、これからも続けていこうっていう気持ちはある。そうですね、まあ、なんか私はその演劇したいとか演出したいみたいな、創作したいみたいなところよりは、やっぱりこう自分を出せる表現できるツールとして演劇やるよねっていうところを、まあ、伝えたいかなっていう気持ちではあります。楽しみやな、楽しみやな。楽しみやな、裏方希望。そう、私チケットとかもぎったり会場設営したりとかの方が得意です多分。ああそうなんや、得意、うんうんうん、とかあのお客様案内したりとか、そう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 、そうか。でもやっぱお客さんってやっぱ入って次行ったところっていうか、そこからの雰囲気作りとかで椅子に座るから、まあ、確かに絶対そこが一番最初の顔やないですか、うんうんうん、演者さんもそうやけど、最初に会うのはね、うん、最初に会う人のやっぱ、うん、印象、緊張してきとる人とか楽しみにしてきとる人とか、うん、なんか分からんけど来たっていう人もやっぱおるやないですか、そういう人たちを多分、うん、るんちゃんが、うん、ここですよあなたここの席ですよって言って案内されたえ、ここから始まってるみたいなシルクドソレイユみたいな、なんかあれやな、始まる前から、ね、そうそうそう、始まってるみたいな、そうだけど、もぎりの仕方もちょっと一個アクション上げ、うん、上げ入れたりとか、次って渡すときに花びらパッとかさ、ハト出すとかね、ハト何匹よちょっともうやめてください、行きどころじゃありませんハトがって言われるけど、そのステージの上だけじゃないところでもそういう表現の場っていうのはあるから、絶対るんちゃんらしい表現が見れると思います。いいこと言ってくれた、いいこと言ってくれたね、いろんなだって遊園地だってそういうところでもやっぱりそのゲートがね、そうそうそうあって、スタッフさんのやっぱもてなしっていうのも確かにな、例の有名なあの遊園地なんかはあのスタッフがゴミ一つ吐くのもパフォーマンスとしてやったよね。そうですよね、胃を変えていますからね。そうですよね、ふんちゃんがじゃあもぎった後にこの折り紙したいね、折り紙するとかさっさと次の人行けすいません、ちょっと待ってください、みんな中に入れんのね
そういう見方あるんや、嬉しいね、うん、なんかね、いいですね、楽しみ。考え方としてはそれは面白い考え方やし、うん、いいと思うな、うんうん、いいな。やっぱ内容を知らない、うん、その初めて来ましたっていうバイトとかの人よりかは、うん、絶対そういうこう知って一緒に作る、うん、裏方こそ作るっていうところがいいと思いますけどね。なるほどな、うん、楽しみもうどんなネタしようって。ネタはせんか。それこそそういう雰囲気をみんなで出せたらいいよねっていうのが私の思い、うん、私の思いでもあるので、うんうん、とにかく6月7月は、うんうん、いっぱいみんなで遊ぶワークを考えてるので、うん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 、ぜひ、お楽しみに。ありましたね、いっぱいスケジュールがね、はいはい、うんうん、すごい楽しみになります、うんうん、で今回の演劇企画に、はい、あの丸亀高校ご卒業、うんうん、僕らの地元のね、うん、丸亀の高校のご卒業で、うん、劇団四季やキャラメルボックスっていう有名な劇団に、うんうん、ご在籍経験のある赤木由香さん、うん、女優さんがね協力してくださって、うん、お会いしましたよね。お会いしたし、ね、話しました。あ、話したんや。話した。あ、そうなんや、うん、最初に会場説明会の会場に入ってここに名前をもらう時にあんこさんと共に横におった方が、うん、赤木さんやった。赤木さんやって、うん、その時にご挨拶して。あ、そうなんや、うん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 、あの奈々ちゃん、うん、赤木さんってどんな方。どんな方、すごい、なんだろう、頭の柔らかい方かなっては思います。なんか、うん、懐広いよな、はい、ちょっとな、なんか1しか言うてないのに、うんうん、30ぐらい返ってくる。10じゃないやん。30ぐらい返ってくる。想像上回る。で、その赤木さんとお会いしたのは今回のこの企画で初めてですか。はい、そうです、そうです。そうなんや、うん、へー。いや本当に勉強させてもいただいてるし、うんうんうん、もうなんかその演劇だけじゃなくって、うん、こうなんだろう、生き方みたいなところでもすごい学ばせてもらってるなっていうのは、うんうんうん、はい、感じてます。あの人としてもすごくこう人格者やなと思って、うん、あの、うんうん、本当に演劇やって何回かお電話をでお話をしてもらう、うんうん、俺がかけたんじゃないよ。うん、赤木さんの方から電話していいですかって言われ、うん、どうぞお願いしますって言って、俺がかけた方がいいのかなと思いながらかかってくるんだよ必ず。うんうんうん、まあその言葉に甘えてだって。はあ、でまああのアッコちゃんとルンちゃんに聞いてもらった俺の作った歌をね、うん、赤木さんにも聞いてもらったんよ。はいはいはい。ね、うん、だからね。その赤木さんが褒めてくれるポイントと、はい、るんちゃんが褒めてくれるポイントが全く一緒やって、うん、あなたは女優の、才能があるんではなかろうかと、うん、私がね。あ、そうそう。どうも女優のルミです。いや全く同じことを。それすごいな、光栄やなと思って、うんうん、だからもうあの今あの YouTube でショートバージョンであの歌をちょっと使ってビデオ作ったけど、うんうんうん、あのショートバージョンだけは1分なんよ、はいはいはい、だから1分以上になったら違う扱いになるから、うん、あの YouTube の方はな、うんうんうん、それ用に作って1分で、はい、赤木さんとるんちゃんが褒めてくれたところが、うん、この先よっていうところで終わるね、うん。なんかこう入れ替えて、それ入れてくれなかったのかそこ。あれもだから今ちょっとよう聞いたらな、うんうん、あの入ってはいけない声が入ってるっていう。でなんか投稿してましたけど、なんですかねあれ、あんな、うん、ウグイスがない。ああ。あそのタイミングでウイスがなくっていうところで泣いてる。それがあの3つぐらい入ってるんだよ、はいはい、前編通したら結構入ってる何箇所かに、うん、はい、それも結構リアルに、リアルに、うん、俺その時そんな気がつかなかったけど、うん、今聞いたら結構泣いてるなって。でそれをほら吹奏フィルハーモニー管弦楽団の人が聞いてそれをあの曲に起こしてくれるっていう今話になってて、うん、もう多分一生できんで、そんな経験、いやそんなすごいですね。そうで、いや最初渡した時にこれは無理ですって帰ってくるのかなと思ったら、うん、帰ってこんかって、うん、今工事中なんやけど、うん、その人たちがあのすごい
手間取ってるのは、うん、このウグイスの声を再現しようと思ってるの。絶対に。キーが合わんない。これは何の楽器を使ったらこの音が出るんだろう。もう直接来て収録するかもしれないですよ。なけ、なけ言うてこう収録するかもしれないです。多分だそういう音あると思うわ。ああ、はいはいはい。でそうじゃないのよ、意図して入ったわけじゃなくてやなと思って、うん、でもそうでだからまあ今回その、うん、音楽、俺の歌のはまあまあ別として、うん、今回のその市民劇に関してはね、うん、そういう方が関わってくださって、ね、やってくださるってすごく大きな財産やと思うし、うん、さっき奈々ちゃんもおっしゃってたけど、うん、勉強になるっていうかね、うんうん、で、まあ、今日ピータンからそんなアイデアももらったから、はい、当日ね、ルンちゃんが何をするんやろ。いやいや、やめてやめて。ないかそこからもう幕は開いているからね。責任を。いやいや、そんななんかリータ攻めてくるけど。あれね、イベントするんですよね。そうもう切り返すけんな。そうです、全然、まあ、表現ということでは、はい、私もクラフトの教室をやってたりするんですけれども、うん、子供向けに、はいはい、でそれが国分寺南部のコミュニティセンターで、はい、月に2回、うん、子供たちが学校帰りにテクテク寄ってちょっと楽しんで、うん、学校の授業中だけじゃない、図工の時間だけじゃないことがしたいっていう表現の場っていう、表現って言ったらちょっとおかしいんですけど、なんかこう創作の場っていうのを月に2回ぐらい開講してるので、はい、そちらのキッズクラフト教室もぜひお越しください、はい、これは、ね、興味あるお子さんはぜひ参加していただいて、はい、大体水曜日の各週でやってますので、うん、はいはいはい、インスタとかにも情報載ってるんでこちらも、うん、はい、では番組の概要欄にね、うん、リンクを貼っておきますね、はい、お願いします、はい、うん、そういうことも含めて考えると、うんうん、リータンが今日来てくれたのはすごく良かったね。ねえ、なんか揃うべくして揃ったメンバーみたいな、はい。奈々ちゃんはこう今回ね、リータンと初対面ですけど、うんうん、いかがでした？イベント？違う番組なのかな。もう全然来ない。大丈夫ですか？もう誰も分かってない。文字、はい、めちゃくちゃ感動しました。ありがとうございます。今本当に自分もやりたいなっていうか、うん、やっぱ社会に出て困らん子どもたちっていうのを視点で今向き合わなくちゃいけない場面がたくさんあるのですごく感動したし、それを形にされてるっていや素晴らしいことやなと思って。どうしよう、どうしよう、ひだまりやからもう生まれてしょうがない。お昼寝しない。いや私も頑張りたいし、うん、なんかコラボとかできんかなみたいな、うん、はい、ところも、はい、思ったのでまたお願いします。お願いします。すごいな、すごくあれで、あっこちゃんがやってることもな、うん、そのうちその奈々ちゃんとかと一緒にやれるようになったら、どうなったら嬉しいなあ。だからいろんな意味でそのつながりを広げていってもらえれば、うん、その間にるんちゃんが手広げますから、うん、そうそうそう、こうやって入っておいでいっぱい包めますね。そう、いっぱい包めるあのつかみ取りとか結構得意やろ。あれね、つかむでしょ、うん、ほんなら箱に入っとるでしょ、箱で詰まるあれね、うん、手首を柔らかくするといける、うん、ガツッと取るじゃん、取る、このままこういこうと思ったら、うん、このなんていうの、穴に対して、うん、グーのまま持ち上げるでしょ、うん、それをちょっとひねると上がるの。何その技。私も手大きくて、うん、つかみ取り得意だったんだけど、うんうん、どうやったらうまいこといくんやろうっていう、うん、小銭つかみとかが昔からもうそれが小遣いになるじゃない、はいはいはい、でそれで私ちょっと体も柔らかいから、ちょっとひねってみようってぐにゅっとひねったら、うん、大丈夫落ちなかったの。分かった、この武器は柔軟性によって生かされる。そうです。今まで直線的やったよな。そうそう、もうガッと掴んだらガッとなるほど、コラボレーションが出てくる。
そうやね、なんかやっぱりね、うん、それを披露したらいいんじゃないですか今度舞台でどういうこと、市民劇のなんか横でちょっと実は私もお客さんどこ見たらいいか分からない幕閉めるで多分上がったり下がったりそう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 ありがとうございました何がもうあの閉めようと思いますいや確かに次回やな、そろそろはい、なんか今日はねリスナーの皆さんもきっともう楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。はい、番組パーソナリティはポジティブ&スマイルのルンルンこと田辺るみと岸あたるがお送りいたしました。奈々ちゃん、リータン、あっこちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでいただけましたかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今回のルンルンのフルオブハッピースマイルズはおしまい。皆さん、いい一日をお過ごしください。